オスカル・アルフレド・ガレは、アルゼンチンの元サッカー選手、現サッカー指導者、元アルゼンチン代表、選手時代のポジションは DF。1974年にフェロカリル・オエステで選手となり、1982年の無敗優勝や1984年の優勝にも貢献した。1988年に CA ウラカンに移籍したが、翌年フェロカリル・オエステに復帰。 1994年にイスラエルのハポエル・クファルサバに移籍、翌年ハポエル・ベイル・シェバ・エフシーに移籍し1996年に引退した。1983年にアルゼンチン代表初出場。同年のコパ・アメリカ1983、1986、フィファワールドカップ、コパ・アメリカ1987に参加、1986フィファワールドカップでは、 優勝した。1996年にフェロカリレオエステで監督となった。翌年に CA ラヌースの監督に就任。その後はチリでの監督業を経てアルゼンチンに復帰。2011年には U-17 アルゼンチン代表監督にも就任した。2019年にフェロカリレオエステのスポーツディレクターに就任した。息子のエミリアーノガレ、エセキエル、ガレ、 孫のベンハミンガレもサッカー選手、ありがとうございます。